本当統計よく出題されるんですけど、でも参考書が間違えまくっちゃう。赤本間違えまくってる解説とか、去年は SFC にあったね。それで解説間違ってましたね。間違って教えてる先生たちもめちゃくちゃ多い。これぐらい知ってろ。おはよう、始まりました。もてつチャンネルです。今回はですね、早稲田大学商学部の英語の公表していきたいと思いますね。2020年どうだったでしょうか。まあ簡単だったっていうね、意見が結構届いてたんですけど、まあ読みやすいのもあったし、まあ間違えるだろうなっていうのもあったって感じかな。簡単って感じた理由の一つとしては、最初の会話があまりに優しかったからじゃない。ちょっと楽勝すぎるよね。はい、総計の中で最も人気のあるところですから、ハワイの総計クラスでも第一志望にする人が一番多いですからね。はい、会話のね、入れてくやつは超簡単ですね、これね。はい、最初も楽勝もね、なんかこれ新しいルームメイト同士の会話のね、 Likewise とかね、 Nice to meet you に対して Likewise とかね、ちょっとお高く止まった感がありますけどね、大学生なのにイギリスなのかな。はい、続いて、2番は、ね、ジュリアの答えのね、not at all ですね。not at all って来てるから、マインドが絶対来るだろうなって自分は思ってました。だから、C を入れれば正解。だから、not at all のところをね、読んでないと、他のに引っかかっちゃうだろうね。I とかさ、D とかさ。3番が G と4番の B ですね。逆にしないように気をつけないといけないよね。まあ、どう考えたってね、3に B は入れないから、時勢が違うから F とか引っかかんないよね。そういうので引っかかっちゃってたら、間違ってね、4のところに G を入れた人もいいんじゃないかなと思った。で、5の後ろにもう、大丈夫だっていうのが来てるから、5は H に行けるわけで、それが分かってないとね、D とかね、入れちゃうよね。で、意味に近いのは誰か、Go over ね。これ私はトイックの教材に入ってますけどね。Go over check とか review とか、そういう意味でよく使う。次も簡単でしょ。では、も全然難しくない。receive って、ね、まあ、人に使えるのに、なんか日本語訳にしてうまくいかないとかってなければ大丈夫でしょう。で次も簡単。にも簡単。ほも簡単。compatible ね、授業でやりました。例としてね、Mac 使ってて、Windows のアプリが全然使えないんだよ、互換性がないんだよっていうやつで使うんだよ。でその compatible っていうのはいろんな状況に使うことができるんだよっていうふうに言ったやつです。はい、出ましたちゃんと。2つ目ですね、目にはね、フィジカルだけじゃなくてちゃんとね、社会的に人と人との関係っていうのも大事だよってやつですね。まあよくあるトピック、タイムの記事ですよ。1は簡単ですね。2が悩むでしょ、これ予備校で割れてるよね。むずい。A のところは果たして reinforce が正しいのか、 B は significant minority of American adults のところが果たして正しいのかってやつですね。ネイティブにあった時に確認しておきます、どっちがいいって。3はまあ簡単。うん、4もね悩むね。 A と D でね、 B と C は一瞬で切れるんだよね。 A と D で悩む人がいたんじゃないかなと思いますね。はい、次が言い換え。ブーストエンハンスは超楽勝でしょ。クロニックロングタームですね。これも説明しましたね、授業で。はい、で、アンダースコア。どの授業かに出てたよね、アンダースコアね。そう。アンダースコアとアンダーラインがエンファサイズの意味になるっていうのは、どっかの授業でやったなぁ。はい、空所法授、フォーカスオンは簡単。バットの前後ですぐに答えが出るでしょ。プライアーも簡単。他の入れちゃったら全然ダメになっちゃうし。歯に関してはもう一切もう選択肢見る前から絶対アクティビティーズだろうなと思った。A2 も楽勝ですね。A とかに引っかかるやつなんかいないでしょ。で、タイトルです。D きちんと選べたかどうかだよね。そのまあ、ロンリネスが確かに重要だからっていうのを、ただ A で選んじゃダメですからね。このどうやったらうまくいくかみたいな形の方がメインですから、このトピックね。設問5に関しては、当然これ回答用紙ないと解けないですから、私は無理じゃんって思ったら、ああ、なんだ、回答用紙にもあらかじめ最初のだと後ろのストーリーがくっついてんだっていうね。それいくら悩んでも答えが出ない。どうして自分は出なかったか、もうだが、足らんっていうので。で、アマウントのね、頭にはザが必要だし、で、tell the whole って言ったとしても、ザが足りんと、tell whole なんて絶対ありえないから、そしたらなんか後ろにストーリーがあって、それで頭にはザがついてる。おい、先言えみたいなですね。で、そこ以外のところもできてるんですよ。だから、その endless amount of data doesn't tell はできてるんだけど、ザが足りないってね、ずっと悩んでた。無駄しました、時間。続いてですね。フォーモーズとジョーモーズですね。ね、いいのを持ってきたんじゃない？で、これ、フォーモーズとジョーモーズが、
途中で逆になって読む人が絶対出てくると思った。そんなことやっちゃったら大変ですよっていうのは、みんなと一緒にいたいと、自分がのけものになりたくない人ですからね。そういう人を思い浮かべてくださいね。会話の輪に自分入んなきゃみたいなね。逆にジョーモーズっていうのは陰キャで OK みたいなねそういう感じの人なんですけど、ただこのジョーモーズの方がいい方に書いてあるんで、結構面白かったですよ。これ人として使われてたんで、こういう人たちですよっていう、ね、その場合に You are a FOMO とかですね、 You are a JOMO っていう風に書いてあったんで、人間として使われてましたね。もともと使われてた場合はなんか You have JOMO とか You have FOMO みたいな形で、 Fear と Joy ですから Have で使われてたのは見たことあったんですけど、こういう風に今もう人に使うんですね。しかも S が大文字なんですね。こう小文字で使われて複数を表す記事もありましたね。で、見ていきますね。最初、内容一致ですね。むずいね、内容一致ね。結構、選択肢が難しい。まあ、あなたはこうでしょう、あなたはこうでしょうって言ってから、まあ、D だろうなと思うけど、はっきり言ってねえって思って苦労した人がいたんじゃないかなと思うね。で、なってスカスとですね、喋られてないってなったら、まあ、respective colleagues とかだろうね。だから D っていうのは選べるかなと思った。で、3も4も、もう選択肢が微妙。これね、読みやすいんだけど、選択肢が攻めてるよね、これね。Formers はもう何でも機械。我々やります、みたいな要件で。で、JOMOS っていうのは陰キャなイメージでいけば、まあ、できるかなって感じかな。D とか明らかに逆だから。で、次もそう、4もかなり、これが言えるかなって感じでしょう。推測しなきゃいけないわけだから、We can draw って書いてあるから、The conclusion we can draw based on this article って書いてあるから、書いてはいないので、The JOMOS in care の方がいいみたいなのをね、きちんと選べたらいいかなと思うね。A は FOMOS の方が良くて、B は同じで、C は FOMOS の方がいいと。だから明らかに JOMOS が OK なのが D しかないからっていうので、きちんと選べたかどうかだよね。やっぱ知識系は簡単だよね、やっぱね。Reddish はまあ知っててもいいけど、その Welcome はすぐ選べるし、次も、すぐに Grumbling は知らなくても Complain だってわかるし、Ordinary は知ってるじゃん、どう考えたって。Unremarkably はすぐに選べるでしょ。だから1、2は文脈で、3は知識で一瞬って感じね。E なんかもうさ、空欄補助超簡単でしょ。もう選択肢見る前からネガティブリーだと思って読んでましたもん、これね。で、ロは明らかに、あ、このパターンでよくあるね、not がついてるから、not 合ってきてるから逆であると、punishment の逆を選べばいいから、プラスの単語っていうので、一瞬で privilege は選べるでしょ。で、歯が after をよく出てきますね。これ、本当総計よく出題されるんですけど、でも参考書が間違いまくってる。after all は結局って意味じゃないですからね。本当に。だからっていう意味だからね。本当に赤本、間違えまくってるぞ、解説とか。去年は SFC にあったよね、アフターオールがね。それで解説間違ってましたからね。これぐらい知ったろ、総計教えるんだった。予備校の教材とかでも間違いが多いですよ、本当に。間違って教えてる先生たちもめちゃくちゃ多い。次が、あ、ケアリスはね、これは選ぶの、ネガティブなね、ものがね、並んでるから、ちょっと選びにくかったかなっていうのもありますけど、さっきも言ったように、そう、だからフォーモーズとジョーモーズがどっちかをちゃんと分かってね、フォーモーズの方がパリピですから。だから、フィアってなんかで恐れてるっていう単語があるせいでね、陰キャ側にしないでくださいね。ジョーモーズの方が陰キャ側、ポーモーズの方がパリピ側ですから。パッシブとか選んじゃう人は逆にしちゃってる人です。全部 A ですね。あー、カリキュラムバイティね。これ授業でさ、CB で教えたんだよね。カリキュラムバイティまで教えとけばよかったなっていう、ね、履歴書ってですね、イギリス英語。今回ね、イコノミストなんだよ。出典がね、イギリスの雑誌なんでね。履歴書って分かってりゃすぐなんだけど、まあ文脈で解くことは可能だけども難しいんじゃない。次が、これは簡単ですね。フォーモーズとジョーモーズがどっちか分かってれば、きちんと D は選べたと思います。本文自体は二項対立なんで読みやすいけども、設問がむずいって感じかな。いい問題だなと思った。で、続いて、あを埋めるの。これ簡単です。非常に。もうすぐに解くことができたでしょう。文脈で。で、しかもね、これの言い換えてるやつが途中に出てくるからね。で、この座ってるのがね、体に悪いとかっていうのはめちゃ出るんですよ、これ。何度も出題されてるよ。説問に、まあ面白いよね。論理的に考えて解く問題だよね。当たり前ですけど、全体の人の数と死んでる人の数が、
で逆になることなんかありえないですから、2149人です。そのうち36400人が死んだとかありえないし、40歳以上の人で平均が62歳ですよね。これだからありえないじゃん。62歳以上の人たちでやって平均が40歳になるってありえないですから、だからそんな論理的に考えれば B 以外ありえない。次も簡単ですね。そう、運動してる方が死ななくなるわけですからね。こう、fall steeply で来てて、level of ね、こうですね、level of。で、次も文脈です。regardless of を選べる。beneficial もすぐに選べる。independent は悩んだかな ?2 は悩んだんじゃないですか。最後の方に free from long-term health conditions or disability っていうふうにここが書いてあるから、この free from に当たってるから、independent を選ばなきゃいけないでしょ。で、あ、無理じゃない。でも、cheerful を選んじゃう人もいっぱいいるでしょ。まあ、アフルエントは絶対ないね。お金関係ないから。次が条件英作ですけど、これは難しくない?採点基準をどうしてるかによるんですけど、The risk remained の The はね、入れられてほしい。Even if は簡単でしょ ?If がくっついてるから。で、Sitting was broken up を入れらんないでしょこれ。Broken だけのものに点が来なければ、激ムズ。もしこれでも来てくれるんだったら、そこまでムズくないですけど、まあ、どういう採点基準になってるのかなっていうふうに思った。5番ですね。ああ、はいはい。British Universities のね、これもなんか面白いね。人数入れんの少なくしろ、早稲田っつってなったことに対する反感なんですかね。こう何人入れてもいいよ、みたいになったイギリスの状況を言ってますね。で、TF 問題。まあ、そこまで難しくないかなと思った。メインポイント的なものが多かったから、やりやすかった。ちょっと3がめんどくさいかなと思ったけど、あとは、わざわざ探してこなくても、記憶だけでもいけちゃうんじゃないと思ったな。で、1。あ、be free to do ね。授業でやりましたね。be free from とか of とか to do とかね。意味がいろいろあるから気をつけなきゃいけないよ。つったやつ。2番はできなきゃダメですね。5番。これは楽勝ですよ。3のプロンプトね。はい。出るって言ったでしょ。だから毎回、毎回因果関係を表すやつに矢印をね。わざわざ板書してた理由はこれなんですよ。プロンプト出るって言ったでしょ。マッチこれも文脈で解けるから楽勝。はい。次の、意味の近いものを選ぶ問題。まあ、similar って書いてあるから楽勝だね。次の、is yet to rise。はい、これやりましたね。be yet to do, have yet to do は絶対覚えとけっつったやつですね。まあ、もちろん文脈でも取れますけど、知っておかなきゃいけない。で、worth pain なんて、これは簡単でしょ。necessary っていうのも楽勝。次が not mentioned ですね。述べられていないのはどれか。これは楽ですね。記憶でもいけるでしょう。該当箇所見つけなくても D が明らかに違うってわかる。で、レンツは、結構上の大学とかね。リミットがないですから入りやすくはなっているってことですから答えは D っていうね。教育学部の方はカリフォルニアの値段がめっちゃ上がってるっていう話だったし、商学部の方はねイギリスのリミットがなくなってるよみたいなんでね、なんかちょっと面白かったです。で、次和文英訳、This reflects あちゃんと入れてほしいなっていうんですね。で、 change in やりました。もう授業でも何度も何度も、まあ、オブは間違いじゃないけど in で覚えとけっていうやつですね。 The government's policy のこの the もすごい言いましたね。もう授業でガバメントの前にだをつけろ絶対っていうね。もうとにかく英作文で間違いやつが多いからって言ったやつです。TF が優しかったけども、やっぱ途中途中の問題難しいですよ。会話が優しすぎる。で、途中途中の攻めてる問題ですね。結構頭使わないと解けないっていうのは難しい。そして英文和訳がねえ。和訳がいなくなっちゃいましたね。早稲田大学商学部の公表をしました。はい、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。Thank you for watching.